よっしゃ、ゲームやっていくぜ。どうも、ライスゲームズのライスでーす。いやー、前回はひどかったな。いや、まさかねー、バグに気づいてたんだけど、ついついやっちゃった的なね、感じだったからな。マジでよー、ふざけんじゃねーよー、あんな感じになるなんて。マジで、くそ、気づいてたのに、気づいてたのに、ダサい。これはダサい。鉄の剣と。うわ、マジ最悪だな。でね、ノールがね、あんまり今弱すぎてね、1対1で負けちゃうんだよな、普通に。普通に弓でやられちゃうから、ね、びっくりしたわ。速攻リセットしたわ。さすがにあれは裏でやったような感じだから。あー、しかし、これ気をつけないとな。まずエイリークを先に動かすってことを忘れないと。忘れないようにしないと。忘れないって忘れちゃダメだ。あー、またなんでこのバグ、エイリーク先に動かさなきゃっていうの分かってたのに。いや、すごいんだよな、エイリーク終わった瞬間に、エイリーク動かさずに終わった瞬間にもう終わっちゃうんだよな。ふざけてるよ、もうマジこれ、最後エイリーク動かしちゃうんだよな、どうしても。弱いから。意外にやばい。意外と食らってるの。一撃で仕留める。エフだみたいな。一撃じゃないけど。はいやー。進みたいんだよな。鉄の手をの。オッケー、ヘイ。ミール。68%。当たるでしょう、これは、さすがに。お、危ない。回復させよう。で、回復させるの普通に倒せばいいんだよね。11、22。はい、ダメ。回復させよう。普通に回復だな。ライブで十分だろ。はい、十分。鉄の剣効きません。適当にアメリア倒そう。貫きのリーダー、はい、オッケー。うわー、危ねえ。 57% やった。いい上がり方しろよ。怪しいな。あ、とりあえず先にエイリーク動かさない。エイリークを先に動かしてからのだから、からのや。ダメー。そう、こうなるんだよね。ダメーってなって他のやつを動かすと、必然的に最後にエイリークを動かしちゃうっていうね、状況になっちゃうんだよな。さだしね。よし、まだ終わってねえぞ。よし、オッケー、先に動かすよ。終了。はい、オッケー。はーい。エリック弱っ。え、レイペアつけてるよ、これ。あ、つけてねえんか。つけれてなかった。トゥー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 っと。ヘイ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 、上がれよ。頑張れよ、もうちょっと。あ、ちょっとやばいな。とりあえず銀の弓、ヘイ。サレフが弱いからな。で、基本的に右上のやつはこの3体あんま強くないんだよな、3人。ここで持ち物を傷薬。あ、レイピアつけておいて。レイピアつけてあるからやばいな。ここに置いとこう。で、こいつら早く早く上に行きたいんだけど、上に行けないんだよな、これ。ノールだけ早く動けるんだよな。面白くか。意味ないけど。OK! OK!
はい、問題ない。ああ、オッケー、全然問題ないな。これで回復しつつ相手を、敵を倒していくというやつですよ。いけ、サレフ、いけいけ、オッケー。今回サレフめっちゃ受けるぞ。いつもボッコボコにやられるのに、今回は受けよう。よける、よける。ギリアムやばい。おー、なんや、うえ、さすがテオの装備してよかった。ルナー必殺危なかったな、地味に。あー、来た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 。これが厄介なんだよな。あれ、回復しないじゃん。回復しようっと。オッケー、こっちで倒して、オッケー。これ傷薬持ってねえんだよな。こいつ傷薬持ってないのが一番痛いんだよな。痛い人だからな。はい、オッケー。今回一番いい感じだな、ノールがな。そうなんだよな、雨でいけねえしな。これまずいな。結構食らうな、ちょっとまずいかも。ギリアム死んじゃうよ。ああ、近づけんなこれ。さあ、いけ、いれ、おお、ヒニアスに来た。あー、サレフやばいな。あ、全然問題ねえわ。ちょっとだけやばいな。おー、やば。回復薬倒、あ、回復薬じゃない、先にこいつら倒さないとやばいな。はいはい、オッケー、回復しとこう。持ち物ずるすると、オッケー。レッセル、はい、手が全やり、違うな、剣と斧か。多分剣はダメージ食らわないから斧やりでいい。ダメージ食らわないから、技関係ねえもん。あー、ちょっとギリアムやばいな。この右上のやつもやばいな。ちょっと絶対届くんだよなこいつら。超移動がやべえ。はいはい。あー、ヒニアスやばいなこれ。どうしようかな。あー、めんどくせえなこれ。あ、これやばいな。なんでヒニアスこれ武器なんかできんの。あ、あ、こいつ何もできんのか。こいつ弓だけだからな、マジで。なんでこいつ弓だけなんだ。ふざけてる、ふざけてる。こうするしかないか。こうしてからのこうだな。オッケー、先に右た、右動かしたぞ。あ、と思ったよ。全然右から動かしてなかった。危なかったな。こいつ動かしてたらやばかった。また勝手に終わっちゃった。手が必要かな。おい、避けた。いけ、おーら、いいね。やっぱりね、やっぱり効かないな、ダメージが。いい調整。おい、サレフ避ける。今回のサレフはすーげえ調子いいぞ。お、いいよ。今回ヒーニアスも調子いいぞ。あ、やばい、エリクやばい、エリクまずい、まずい、まずい。15だから耐えるっちゃ耐える。あぶねえ。
今回でも こっちがやばいな。今度は左下がやばいな。今回やばい。あー早く死ねや、あの魔法使い。手やり欲しかったな、ちょっとばかり。うわバサークか、やばい。バサークはやばい。あ回復するじゃん。バーサークやばいな。一人やったら問題ないけど、いやここは回復させて持ち物をどうしようかな。バーサークやばいんだよな。敵味方なく襲わせます。うーんどうしようかな。回復するかとりあえず回復させて、ヤクラも逃げちゃう。バーサーク受けても大丈夫な。こいつ倒して、こいつこっちなんだよな、先に。先にこっちなんだよな。3人しかいないから絶対に1人残るな。1人残るだけでもきついな。こいつ絶対残しちゃいけんよな。こいつ先倒すか。こいつは絶対残しちゃいけん。 OK したら1体か。1体ならなんとかなりそうだぞ。あ、1体なんとかなるね。あ、1体ならなんとかなるぞ。うん。よし、じゃあ1体だけ残そう。てか、残すしかないんだよ。100%、OK。1体なら対処できる。よーし、OK。生き残った、右上、やったぜ。初めて生き残ったな。これ、左下からやばいんだよな。バサーク食らわん限りは大丈夫でしょう。やったらこっちやな。ディッセルでとりあえず突っ込んで、こいつがね来るんだよな。こいつ来るからな。調子乗っとるから、ね、一歩進んで持ち物をここまでか。よしで、こいつはディッセル倒してと、別の剣でと。 OK。 たとえこいつらが来たとしても来れねえし、来たとしても問題はない。なぜなら私が剣だからだ。アメリア下打ちと行こうか。えいえい、オッケー。アメリアはバサーク食らってもそんなに痛くないんだよな。やべってパート3つこれ取っちゃうってやばいな。うわい、へい。相手の2回行動とか考えてなかったぜ。今さら気づく俺。いいね、ギリアムちゃん、いいね。バーサークがどう動くかなんだよな。やっぱ来たか。よし、オッケー。しかもこっちに来てくれたことによって、もう全然問題なくなったな。速攻でぶち殺しちゃう。はい、終わり。で、ここで回復待つよりも、こいつ倒した方が、結果的にいい。よし、オッケー。もう死ぬ心配はなくなったな。とりあえず俺の部隊は全員魔法に弱いから、まあ大体そうなるかな。そうなるところが多いだろう。よーし、もうこれ AD クで戦うんだけど、先にとりあえず、とりあえずヒーニアスを倒そう。はい、銀のリーフ、オッケー。で、これ右のやつ倒したいんだよな、そろそろ。ドラゴンアックス。ああ、こいつを先に倒したら、ちょっと有利になるよっていう感じなのかな。どうせ使えんないけどね。なんだ
これさ、攻撃しちゃったらやばいんじゃない？うわー、必殺12で命中46、しかもやばいね、いろいろやばい。こいつは無視だ、絶対無視。よし、じゃあ、こいつは倒していきますか。はい、OK。ノールがね、弱すぎてね、こいつら1対1で負けちゃうんだよな。ほら、9とかでもいいで。弱すぎ。あ、これは倒せるんじゃないか、さすがに。見る？ 78%。OK。ライトニングできる？できるけど、できないな。でもさすがに、あれだ、魔法使いと戦うときはあれだな、結構楽勝だな。どうしようかな。一体倒しようか。一体倒しようか。あ、待てよ。進んだらダメや。ピアノで。倒したら倒す。OK。で、こいつは、攻撃できる範囲に来ないと攻撃してくれないっていうね。これ下に行って、下行かんでいいかな。ギリアム一人で行けるんじゃない？とりあえずエフラムを上に。あー、そっか。敵これ左から来るんだ。危ねえ、忘れとった。完全忘れとった。あ、これで待機しよっか、むしろ。これで待機しよっか。めっちゃみんな逃げるじゃん。いけ、ノール。うわ、マジ倒せんのかよ。そうだな。得意分野で戦おうとして倒せないとか。まあ、死なないだけマシか。あの回復うざいな。あー、来た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 。うほほほほー。で、まあ、これは問題ないとして。問題ないんだよ。ギリアムとエフラムは絶対ほぼ死なないから。ただ怖いのはやっぱ魔法使いなんだよな。突撃して魔法使いだけ倒すか。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録をお願いします。コメントも待ってるんで今後もよろしくお願いします。じゃあねー。